J リーグ。前半まず立ち上がりは東京がいい形で入りました。裏に抜け出したルーカスから渡辺和真、立ち上がりは本当に相手がねかなりラインを高く設定して背後のスペースっていうのは特にルーカスのランニング、そこに対するパスの精度っていうのは攻撃の起点を相手の背後で作ってた、そのいいリズムの時間帯の時に1点でも入ればなっていうね、はい、感じで前半進んでたと思うんですよ、東京側からすれば。このルーカスのシュート、ここに入る前に一度ルーカス反対側に動くようにして、ファーサイドに動いてニアを取ったシーンですけどね、はい。そして後半の1分、湘南が後半は素晴らしいアグレッシブな入りを見せました。いやー、高山、小林とね、本当にこの2人のディフェンスラインに戻ってから出ていく、やっぱりこう距離の長さもそうですけど、走行距離はすごいですよね、はい。そして後半3分、ですね、高山ですけど、すでにこれ後半21分の先制ゴールのシーンですね。かなりパスがしっかりつながって、最後高山、圧倒してたっていうようなね、そんな時間帯でしたね、サッカーでしたもんね、湘南。やっぱ見ててこう一つのボールに対して選手の距離感と連動してボールに絡む選手の多さ見てたら、はい、楽しいなってやっぱ思いますよね。見てて、ところが、すぐに同点に東京が追いつきました。この辺は取られた後本当に時間経たないうちに追いついたっていうね、オンゴールだったと思いますけど、やっぱり非常にこうしぶとさを全体的に FC 東京が見せたなと、はい。采配もね、監督の采配も当たってビチドビッチが最終的にはかわして落ち着いたシュートを決めての逆転勝利でしたけどね、見事でしたね、はい。勝負強さを今日は見せることに成功した東京、勝ち点3を加えて勝ち点51となっています。現在7位でこの後順位が上がって、一番いい順位は3位の可能性もありますが、非常に今日のゲームというのはいろいろ